ただきます。食感的にはこっちの方がちょっと弾力になる、こっちの方が柔らかい。でも同じ横隔膜の部分なので、まあ似たような感じです。完食です。ごちそうさまでした。メニューです。じっくり見たい方はブログに貼っておきますのでご訪問ください。店舗情報です。
気になった方は足を運んでみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。おすすめはこちら。チャンネル登録と高評価をお願いします。